ようございます。5時になりました。7月3日水曜日の毎朝、田中貴信と福島ゆりです。5時台にお伝えする主な内容です。この後すぐニュースと気象情報です。17分頃からは毎朝だより、町田から不登校訪問授業についてです。35分頃からは健康ライフです。今週は床ずれ褥瘡の在宅でのケアについて新しいシリーズをお送りしています。今朝は在宅でのスキンケアがテーマです。42分頃からは毎朝だよりの後半、鳥取から作曲家伊福部明さんの記念館オープンの話題です。さあ、新しいお札が今日発行されますけれども、翔太さんの地元では盛り上がってるようですね。そうですね、埼玉県大沢鶴子さんからお便りをいただいています。1万円札の顔となる渋沢栄一は私の住む深谷が生誕の地、そんなここ深谷では昨夜午後9時から日をまたいで3日となった午前1時頃までお祝いイベントを開催カウントダウンが行われ、その会場へ私も行ってきましたといただいています。大沢さんの熱も伝わってきますね。カウントダウンが行われたんですね、はい、それから岐阜県のさつらい太郎さんです。公共交通機関や大型店では早くも新紙幣の対応が進んでいて驚きました。一方で職場の食堂の券売機は更新は先の予定で、しばらくは事務所にて新紙幣を旧紙幣へ交換してから利用することになりました。今は家族の中で誰が一番先に手に入れるのか楽しみにしています。なるほど、そうですね、確かに手元に届くのがいつになるのかというのは楽しみですよ ね。そして千葉県の古いピン札さんです。私は現在のお札のピン札を冠婚葬祭や孫へのお祝い用にとたくさん集めてあります、このお札どうしましょう、古いピン札にモヤモヤしていますということで、古いお札も当然使えますよね、切り替えるわけではないですからね、はい、でも何年も先になるとどうすればいいのかちょっと悩むところですけどね。そうですね、そういうことも。福島さん、お札をかけるのが特技なんですよね特技、ちょっとあのブランクはあるんですけど、金融機関に勤めていたことがあって、はい、あの1分で100枚のお札を2回数えるっていうのをたくさん練習した日々がありました。多分自分のお金ではないですね。そうですね、はい。今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。ではこの時間のニュース、内越弘樹アナウンサーとお伝えします。はい、おはようございます。20年ぶりとなる新しい紙幣が今日発行されます。新紙幣は今日の朝以降、日銀から各金融機関に引き渡され、午前中に手にすることができる金融機関もある見込みです。で、新たな紙幣は1万円札が近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一、5000円札は日本で最初の女子留学生としてアメリカで学んだ津田梅子、1000円札は破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎の肖像がデザインされています。新紙幣のデザインの変更は今の紙幣が発行された2004年以来20年ぶりです。偽造防止の強化を目的に立体的なホログラムを採用したほか、誰でも額面が分かりやすいよう数字の表記が大きくなります。で、新紙幣は今日午前8時以降に西銀から各金融機関に引き渡され、午前中に手にすることができる金融機関もある見込みです。ただ初日の今日は多くの金融機関が新紙幣の取り扱いを一部の店舗に限定する見通しです。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、住友銀行の大手3行、三井住友銀行、みずほ銀行の大手3行は明日4日以降は順次すべての店舗で新紙幣の取り扱いを始めるほか、 ATM への充填も順次進めるとしています。政府日銀は来年3月までには現在発行されている紙幣の 46% にあたる74億8000万枚を印刷する計画です。で、財務省のまとめでは新紙幣の発行までに金融機関の ATM が9割以上、大手コンビニやスーパーのレジも8割から9割程度更新作業が完了する一方、対応する飲料の自動販売機は2割から3割程度にとどまるとみられ、電子マネーなどキャッシュレス決済が浸透する中、業界ごとの対応に差が出ています。
次に、アメリカ軍兵士による性暴力事件の情報が沖縄県側に伝えられていなかったことに反発が広がっています。政府はアメリカ軍が関わる事件の情報を今後自治体とどう共有するのか関係省庁で検討を進めることにしています。アメリカ軍兵士による2つの性暴力事件について捜査当局から外務省に共有された情報が沖縄県側に伝えられていなかったことが先週相次いで明らかになりました。政府は被害者のプライバシーに与える影響なども考慮した判断だと説明しているのに対し沖縄県内では反発が広がっていて、昨日もアメリカ軍基地のある読谷村の村長が外務省沖縄事務所に情報提供体制の再構築を求めました。今回の事態を重く見て政府はアメリカ軍が関わる事件の情報を今後自治体とどう共有するのか関係省庁で検討を進めることにしています。具体的な検討は外務省や警察庁、法務省などの間で行われる見通しで、林官房長官も地元の方々に不安を与えることのないようどのようなことができるのか検討すると述べました。一方、沖縄県の玉城知事は今日総理大臣官邸や外務省、それに防衛省を訪れて一連の政府の対応に抗議するとともに速やかな情報共有を求めることにしています。去年11月の鹿児島県屋久島沖での墜落事故を受けて飛行を見合わせていたアメリカ軍横田基地のオスプレイが昨日飛行を再開させたことが分かりました。去年11月、東京のアメリカ軍横田基地に配備されている輸送機オスプレイが鹿児島県屋久島沖で墜落し乗員8人が死亡した事故の後、アメリカ軍は横田基地に配備している同型のオスプレイ5機の飛行を見合わせています。防衛省によりますと昨日午前11時ごろ、このうちの1機が横田基地の外にも出ておよそ15分飛行したのを確認したということです。 NHK が横田基地の近くに設置したカメラでは昨日午前11時過ぎにオスプレイ1機が基地を離陸した後飛行する様子が確認できます。防衛省によりますと今回の飛行再開についてアメリカ側から事前の連絡はなかったということです。アメリカ軍は今年3月以降沖縄の普天間基地などでオスプレイの運用を順次再開させている一方、事故調査は続けていて全面的な運用再開は来年の半ば以降になるという見通しを示しています。防衛省はアメリカ側とは安全対策を行った上で飛行を再開させることを確認していて、個別の機体の飛行については逐一連絡を受けていない、日米で緊密に連携して安全確保に万全を期していくとしています。旧優生保護法の下で障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが戦後最大の人権侵害で憲法に違反していたとして国に賠償を求めている5つの裁判で、最高裁判所大法廷は今日判決を言い渡します。最高裁は統一的な判断を示す見通しで、時間の壁とも呼ばれる除斥期間についてどのように判断するのか注目されます。旧優生保護法の下で障害などを理由に不妊手術を強制された全国の人たちが国に賠償を求めた裁判のうち、札幌、仙台、東京、大阪の高等裁判所で判決が出され上告されている5件について、最高裁判所大法廷は今日午後判決を言い渡します。今年5月に開かれた弁論で原告側は、旧優生保護法の不妊手術は障害者を不良と決めつけ子孫を残さないために強制的に行われたものだ、戦後最大の人権侵害で憲法に違反していたなどと主張し、国は不法行為から20年が経ち除斥期間が過ぎているので賠償を求める権利がなくなっているなどと反論しました。この5件の裁判で最高裁判所はいずれもこの5件の裁判で高等裁判所はいずれも旧優生保護法が憲法に違反していたと認めましたが、このうち4件が国に賠償を命じたのに対し1件は除斥期間が過ぎたとして訴えを退けました。
今日の判決では最高裁が統一的な判断を示す見通しで、およそ2万5000人の不妊手術の根拠となった旧優生保護法を憲法違反と認めるかどうか、時間の壁とも呼ばれる除斥期間についてどのように判断するのかが焦点です。静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから今日で3年です。被災地に設定されていた警戒区域が去年9月に解除されましたが、避難先から先月末までに区域内に帰還したのは 14% に当たる22世帯にとどまり、体調の悪化を感じる人も出ていて、専門家は長期的な支援の必要性を指摘しています。2021年7月3日熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。地区では土砂が流れ下った川の周辺が警戒区域に指定されて、原則として立ち入りが禁止されてきましたが、去年9月に解除されました。しかし市によりますと、当初区域から避難していた158世帯のうち、先月末までに区域内に帰還したのは 14% に当たる22世帯にとどまり、100世帯余りはすでにこの区域を離れて生活を再建させています。 NHK が帰還した22世帯を対象に行ったアンケートでは、回答した19世帯30人のうち、帰還した後の体調について、避難生活中よりも悪いと感じている人は最も多い 40% に上り、次いで変化なしが 37%、 体調が良いが 23% でした。自由記述欄には、家に帰れたと安堵感があったが、避難生活中の振動が一因なのか体調を崩したとか、先行きの不安などの記述がありました。また地区で暮らしていて不安なことについて複数回答で尋ねたところ、復旧復興工事の進捗状況が 77% と最も多く、次いで防犯面が 60%、 再び災害が起こる可能性が 37% などでした。地区では用地買収が難航していることなどから、河川と道路整備の完了時期が2年延長され、復興が遅れる見通しとなっています。では為替と株の値動きです。はい、まず為替ですが、外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円44銭から47銭、1ユーロは173円50銭から51銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より162ドル33セント高い3万9331ドル85セント。ナスダックの株価指数は前日より 149.463 上がって18,028.763でした。為替と株でした。はい。この時間に打越弘樹アナウンサーとお伝えしました。時刻は5時14分になります。続いてはスポーツです。上野隼人アナウンサーです。はい、おはようございます。この時間はプロ野球、昨日は6試合です。はじめにセリーグ、広島対阪神は延長10回、阪神が3対0で勝ちました。阪神は0対0の延長10回、相手のエラーで均衡を破り、近本選手のタイムリーツーベースと中野選手のタイムリーで追加点を挙げました。広島は先発の森下投手が5回にリーグ13人目となる1イニング3者連続の3球三振を奪うなど、8回無失点の力投を見せましたが、打線の援護がありませんでした。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が6対4で勝ちました。 DeNA は2回に渡来選手が先制の2点タイムリーツーベース、4回には渡来選手とオースティン選手のタイムリーなどで4点を加えました。巨人対中日は中日が2対1で勝ちました。中日は0対1の5回、福永選手が逆転ツーラン、終盤からは盤石の投手リレーでリードを守りきりました。代わってパリーグ、ソフトバンク対西武はソフトバンクが3対2で勝ちました。ソフトバンクは
3回、栗原選手のタイムリーツーベースなどで2点を先制し、6回には山川選手がソロ。山川選手のホームランは5月22日以来131打席ぶりでした。また先発の有原投手は7回2失点でリーグトップの8勝目、ソフトバンク4連勝です。日本ハム対ロッテは日本ハムが8対3で勝ちました。日本ハムは1点を追う4回、郡司選手が逆転ツーラン、5回は上川畑選手の2年ぶりのホームランとなるツーランで追加点。日本ハム引き分けを挟んだ連敗を5で止めました。楽天対オリックスはオリックスが4対1で勝ちました。オリックスは1点を追う5回、杉本選手が逆転スリーラン、6回にはセデーニョ選手のタイムリーでリードを広げました。敗れた楽天は打線がつながりを欠き、自力優勝の可能性が消えました。スポーツでした。はい、続いては気象情報、佐藤真由奈さんです。おはようございます。梅雨前線は昨日よりも北上して、北陸から関東甲信にかけて本州を横切るように伸びています。昨日まで続いていた西日本の大雨が収まって、今日は東日本を中心に雨の降っているところがあります。新潟や長野県北部にはところどころやや発達した雨雲も見られ、雨足が強まっています。日中は梅雨前線がさらに北上して北陸から東北にかかってくるでしょう。このため北陸や東北では明日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。警報級の大雨になる可能性もあります。中でも秋田県は今日の朝から明日にかけて、富山県では今夜から明日にかけて警報が発表されるような大雨になる可能性が高いと予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。一方、沖縄、奄美や九州から東海、関東にかけては南から夏の高気圧、太平洋高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。昨日以上に暑くなりそうです。万全の熱中症対策を心がけてください。北海道も日差しの暑さを感じる一日になるでしょう。今日の各地の天気です。沖縄や奄美は晴れるでしょう。ただし所々でにわか雨があり、沖縄本島地方では雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部はよく晴れるでしょう。九州北部は昼前後を中心に晴れますが、雨のぱらつくところもありそうです。中国、四国、近畿、そして福井は晴れたり曇ったりの天気でしょう。島根と福井では夜雨が降り出しそうです。東海は昼前から青空が広がるでしょう。関東甲信は朝まで雨の降るところがありますが、昼頃からは日差しも届きそうです。石川と富山、新潟は朝晩を中心に雨で、夜は所によって雷を伴い激しく降るでしょう。東北は日中南部から雨の範囲が広がりそうです。夕方には全域で雨になるでしょう。夜にかけて局地的な激しい雨や雷雨に注意してください。北海道は午後多少雲が多くなるものの、おおむね晴れる見込みです。渡島、檜山地方では夜雨の降るところもあるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇と鹿児島34度、福岡35度、高知32度、高松34度、広島32度、松江と大阪34度、名古屋35度、長野32度、東京33度、神奈川も33度、新潟と仙台28度、秋田26度、札幌31度、釧路30度の見込みです。気象情報でした。5時20分になるところです。続いては毎朝だよりです。今朝はまず東京都町田市の斉藤由美子さんと電話がつながっています。斉藤さん、おはようございます。おはようございます。今の町田市様子いかがですか？はい、外雨は降っていないんですけど、雲が多めの朝になっています。涼しくてね、すごく過ごしやすい朝です。鳥の声がすごく聞こえてくるんですよね。あ、そうですね。気持ちがいいです。はい、
では斉藤さん、今朝の話題をお願いします。はい、町田市の NPO 団体が今年の4月から新たに始めた急ぐが回れという登校訪問事業についてお話しします。はい、この団体レマーニというんですが、そのレマーニが始めた急ぐが回れというこの名前なんですけど、急ぐべきなんだけど、ここはしっかり不登校になった理由を家族で受け止めてからにしましょうという意味が込められているんですね。で、急ぐが回れ、やっぱり自分たちだけでは大変なので、そこをお手伝いしたいという思いが込められています。で、不登校って、今低年齢にも増えてきていると言われているんですが、全国でも問題になってますよね。町田市でも同じで、町田市で今小学生も不登校の件数を見てみると、2010年には2万2500名弱で、それが2022年で10万5000名弱、10年間の間に 4.67 倍増えているんですね。でも中学生の方が2010年で9万7000名弱から、2022年でおよそ19万4000名弱と、中学生の方が数は断然多いんですけど、増えた比率としては、中学生は約2倍、小学生の方が高くなっている、比率的に高くなっている、そんな状態です。はい、で我が家も娘は小学生で、周りで不登校の例って本当によく聞くんですね。自分でも体感的にもすごく多いなって感じます。でその NPO 団体レマーニの代表であって、社会福祉士として子どもたちと日々関わっている石井さんっていう方なんですけど、SNS を中心としたふわっとした感覚の中で、学校だけが価値観じゃないということが広がってきていて、学校に行かない選択肢を選ぶ子も増えてきているんじゃないかと話していらっしゃいました。どんなお子さんが利用されてるんですか？そのレマーニは障害のある子どもたちが放課後自分らしく過ごせる場として作られたというのが最初なんですね。はい、それで10年前に作られていて、でも今では障害のある子だけではなくて、生きづらさを感じるような子も通っているんです。でその放課後デイサービスには40家族のお子さんが利用していらっしゃるんですが、そのうちの15件が過去不登校であったり行きぶりだったお子さんがいらっしゃったそうなんですね。今皆さん何らかの改善兆候が出ているんだそうです。で石井さんは不登校状況にある子どもの多くは学校に行けるものなら行きたいと感じているとおっしゃってまして、不登校っていうのは防衛本能、防衛行動で、学校に行くことを継続しようとすると自分の心が壊れてしまうので、前に進むことが難しくなって躊躇してしまうという、そういう心の状況なんだということを話してくださいました。その前に進みたいのに進めないという、その心を守るための防衛行動ということなんですね。そうなんですね。でこうした中でレマーニでは今年の4月に不登校訪問事業のその急ぐが回れを立ち上げたんですね。で自宅からなかなか出ることができない家庭の場合、第三者が関わることがなかなか難しいんですよね。でそうした家庭に向けてこちらから出向いて、自宅を訪問するという形の事業にしたんです。でこの事業を立ち上げた背景には、これまでの経験の中でやっぱり家族で解決するんじゃなくて、家族の中に第三者を入れることが最重要だと、代表のその石井さんの強い信念があるんです。家族間だけで問題解決を図ろうとするのではなくて、第三者を入れて考えることが大事だと考えていらっしゃるということですね。そうなんですね。石井さんによると、昔はもう親戚やご近所とのもっと密な関わりがすごくあって、いろんな人が子供に対して関わってたんですよね。でも今の時代ってそういうことがなかなかなくて、家族の中が密閉状態になりがちなんですよね。でそのため第三者と話すことで、風通しを良くしたいということでした。具体的には定期的にお家に行って本人との関係を構築しながら、様子を見て、今行けそうだなっていうタイミングで、ちょっと外に出てみようか、声をかけたり、で外に出られるようになったら農業ボランティアですとか地域のお店のお手伝いですとか、あと遊びの場など日中の活動を提供していくんだそうです。で家族じゃない誰かに必要とされて、
助かったよとかありがとうって言われることで、まあ、自信を取り戻していくと中井さんおっしゃってました。学校以外の場で少しずつ外の世界に慣れる練習をしていくということですね。そうですね。なんか中には、ね、親にきつく当たってしまうような子どももいるんだそうですけど、そういう子ほど実は親に申し訳ないという気持ちを心の中に秘めていたりすることが多いんだそうです。でそれを、ね、素直に出してあげられる環境が作れるといいなとおっしゃっていて、でそのためにもね、もし周りにそういう状況の方がいたら、家族の中だけで何とかしようとしないで、まあ、早く誰かに相談してほしい、第三者を入れてほしいということをおっしゃっていました。まあ、相談先もね、いくつか選択肢あるでしょうから、試してみて、お子さんやご家族に合ったところが見つかるといいですよね。そうですよね。まあ、家族だけで何とかしようとしないっていうのは、でもそうだなって思いますね。そうですよね。斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は東京都町田市の斉藤由美子さんに聞きました。音楽です。クラウン少女合唱団で大波小波。今日は7月3日波ということで大波小波をお送りしました。ではお札の新紙幣に関してお便り本当にたくさんいただいています、まずは三重県のあーちゃんさんから、この方はあの金融機関でお勤めだそうです、金融機関では戦後発行された順にアルファベットで数え、今回の新紙幣は F 券と呼ばれているんだそうです。 ABCD6 回になってますね。そうですね、それから石川県 AKB 大好き&隠れ乃木坂ファンさん。先月職場で新紙幣発行の説明会があり、お札の見分け方を教わりました。模様がついている位置によって1000円札、1万円札、5000円札が分かるんです。我々視覚障害者からすると、模様がついていること、その違いが分かることで買い物をしたりといろいろ使うことができます。銀行でお金を下ろすときに新しいのが出てきたらウキウキとします。楽しみに待ちましょう。目の不自由な方に模様の場所によって見分けつくということですね、区別つくということですね。なるほど。さあ時刻5時29分を回っています。7月3日、今日は何の日です。1879年、明治12年の今日、元アメリカ大統領ユリシーズ・グラントが来日しました。元首クラスの要人の来日は初めてで、滞在中明治天皇と会見、民選議員設立の重要性などを提言しました。外国の元首級要人が初来日、1879年明治12年の今日です。1912年明治45年の今日、今の大阪浪速区に
新世界がオープンしました。シンボルとして通天閣が開業、遊園地のほか芝居小屋や飲食店が立ち並び、大阪を代表する街となっていきました。大阪新世界オープン、1912年明治45年の今日です。1986年昭和61年の今日、アメリカニューヨークで自由の女神100年祭が始まりました。女神像の完成から100年を祝うもので、翌日のアメリカ独立記念日を含む4日間続けられ、会場パレードや音楽会、国際花火大会などが行われました。自由の女神100年祭始まる1986年昭和61年の今日です。2012年平成24年の今日、国際的に貴重な湿地を保護することを定めたラムサール条約に国内の9カ所が登録されました。関東地方の渡良瀬遊水地や熊本県の荒尾干潟などでした。ラムサール条約に国内9カ所が登録、2012年平成24年の今日です。7月3日、今日は何の日でした？では気象情報、佐藤舞奈さんです。はい、今日7月3日、ソフトクリームの日でもあります。1951年の今日、日本で初めてソフトクリームが販売されたことが由来です。その頃アイスクリームはすでに食べられていましたが、コーンに持った出来たてのソフトクリームを一般の人たちが口にするのはこれが初めてだったということなんです。ではアイスクリームとソフトクリームの違い、わかりますか？アイスクリームとソフトクリームの違い、はい、くるくる巻いてるかどうか、形ということでしょうか？はい、ブッブー残念です、はい、正解は製品の温度です。アイスクリームは製造された後マイナス30度以下で急速に冷凍され、その後マイナス18度以下で売られています、うん、一方でソフトクリームの製品の温度はマイナス5度からマイナス7度ということで、アイスクリームより温度が高いんですね。このためにソフトクリームの方がアイスクリームよりも溶けやすく、口どけが滑らかなんだということです、うん。今日は全国的に昨日以上に気温が高く、ソフトクリームやアイスクリームが恋しくなるような厳しい暑さになりそうです。夏空が広がる沖縄、奄美や九州から関東にかけては最高気温35度近くまで上がるところが多いでしょう。北海道も強い日差しが届き、30度以上の真夏日になるところがありそうです。熱中症にならないようこまめな水分補給をお願いします。ソフトクリームやアイスクリームなどを食べて休憩するのも良さそうです。北陸や東北は雨が降るため日差しの暑さは和らぐものの、湿度が高くムシムシするでしょう。こちらは雨の降り方に警戒が必要です。梅雨前線が停滞する北陸ではすでに広い範囲で雨が降っていますが、東北も前線の北上に伴って午後は雨が降り出します。今夜から明日の初めにかけて北陸や東北、雷を伴った非常に激しい雨の降るところがありそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあるので、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まります。明日午前6時までの24時間に降る雨の量は多いところで北陸と東北で120ミリと予想されています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。今日の各地の予想最高気温です。那覇と鹿児島34度、福岡35度、高知32度、高松34度、広島32度、松江34度、大阪も34度、名古屋35度、長野32度、東京と金沢33度、新潟と仙台28度、秋田26度、札幌31度、釧路30度の見込みです。広い範囲で1年で最も暑い8月並みか、それを上回る暑さになるでしょう。気象情報でした。はい、熱中症に十分警戒してください。ではスポーツ、上野アナウンサーです。はい、この時間はスポーツフラッシュ。まずはフェンシングです。パリオリンピックの日本代表が会見し、開会式で旗手を務めることが決まった女子サーブルの江村美咲選手は、どんな世界が広がっているのかワクワクしている、感謝の気持ちを持って堂々と歩きたいと意気込みを語りました。
江村選手、歩きたいという話でしたが、開会式はセーヌ川で船に乗ります。さあどんな形になるでしょうか。私たちもワクワクします。パリオリンピックフェンシングの会場は1900年の万国博覧会の会場としてパリ中心部に建設されたグランパレで、競技は開会式翌日の今月27日から始まります。そしてそのパリオリンピックで注目の一つとなるのが、コンコルド広場を中心に行われるアーバンスポーツ、都市型のスポーツです。パリではスケートボードなどが街中に根付いていて、開催を待ち望む声が聞かれるとともに、競技の体験レッスンなどが行われて機運が高まっています。ブレイキンのレッスンに参加した9歳の男の子は、かっこいい技を出す人を見て自分もやりたくなった、回転しながらバランスを取るところやパワームーブがかっこいいと話していました。地元の熱も高まって本番も盛り上がりそうです。変わってはパリパラリンピックの柔道です。代表に内定した選手たちが記者会見し、東京大会の銅メダリストで男子73キロ級視覚障害の軽いクラスの瀬戸勇次郎選手が、金メダルに手が届く位置にはいると思っているので、やるべきことをしっかりやりたいと意気込みを話しました。最後は不祥事のニュースです。日本体育大学アーチェリー部は20歳未満の5人を含めた合わせて6人の女子部員が学生寮で飲酒をしたとして無期限の活動停止処分としました。日本体育大学の広報は、誠に遺憾であり規定に基づき厳正に対処するとしています。日本体育大学アーチェリー部は去年全日本学生王座決定戦で男女ともに優勝を果たした強豪校です。スポーツでした。はい、時刻は5時37分を回りました。続いては健康ライフです。聞き手は星川幸さんです。健康ライフ、テーマは在宅での床ずれ、褥瘡のケアです。形成外科医で褥瘡の診断治療を多く行っていらっしゃる東北大学名誉教授の舘正広さんに伺います。舘さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は在宅でのスキンケアというテーマでお聞きします。褥瘡対策として在宅でのスキンケア、どういうことに気をつけたらいいんでしょうか。はい、褥瘡の予防、治療中のスキンケアのポイントは清潔と保湿です。皮膚の表面から刺激物や異物を取り除くことは褥瘡の予防にもなりますし、褥瘡ができている場合には傷の悪化を防ぎます。特に高齢者の場合、皮膚が薄くなっていて外からの刺激に弱くなっていますので、汚れを放置しないこと、また乾燥しないように保湿して皮膚を守ることが大切です。清潔と保湿ということですね。ではまず皮膚を清潔に保つためにはどんなことに注意したらいいですか。まずは入浴です。褥瘡ができていても壊死したり化膿していないという状況であれば入浴が可能です。入浴は清潔を保つだけではなくリフレッシュの効果もあります。血行促進にもなりますので、褥瘡の予防や治癒を早めるのにも効果的です。可能であれば週2回程度入浴をしていただきたいと思います。褥瘡ができていて入浴が心配という方にはシャワー浴でも結構です。医師から入浴を禁止されている方でも血流の促進のために手や足だけを温める主浴、足浴をお勧めします。入浴が大切ということですので、その入浴時の注意点などを詳しくお聞きします。リスナーの皆さん、必要な情報をぜひメモを取りながらお聞きください。では舘さん、入浴のポイントを教えてください。はい、お湯の温度は38度から40度のぬるめにしてください。熱いお湯ですと皮脂が落ちて皮膚を乾燥させる原因になります。次に洗浄剤の注意ですけれども、弱酸性のものを使ってください。洗うときには洗浄剤を十分に泡立てて、今泡状のものも出ておりますけれども、泡で撫でるように洗ってください。汚れを浮かせて流すというイメージで
ボディブラシであったりナイロンタオルなどのものは皮膚に見えない傷を作ってかゆみの原因になったりしますので使わないでいただきたいと思います。そして、洗浄剤は皮膚に残らないようにしっかりと洗い流していただきたいんですけれども、水分を拭き取るときは乾いたタオルで優しく押さえながら拭いてください。こするように拭くと摩擦が生じて肌を刺激してしまいます。ちなみに褥瘡がもうできている場合には洗浄剤の泡をつけないようにして洗った方がいいんでしょうか？いいえ、褥瘡の部分も泡で洗い、その後しっかり洗い流してください。以前は傷は洗わずに周りの皮膚だけを洗うということが主流でしたけれども、傷の表面に細菌が付着していることが多いため感染症対策として傷の中も洗うことを勧めています。このように変わってきています。入浴の後は保湿をした方がいいんですね。はい、入浴後に何もしないでいますと皮膚の水分が失われていき乾燥しますので、入浴後はできるだけ早く保湿剤を塗ってください。保湿剤には油脂、クリーム、ローションなどがありますので使いやすいものを使っていただきたいと思います。また乾燥した皮膚に塗っても効果が少ないので遅くとも10分以内に塗っていただければと思います。入浴の後は必ず保湿ということですね。入浴できない場合はどのように清潔を保ったらいいでしょうか？はい、入浴できない場合あると思います。お湯を絞った温かいタオルで体を優しく拭いていただきたいと思います。この場合でもタオルでゴシゴシはこすらないでいただきたいと思います。そしてこの後も保湿剤で皮膚を保護することが大切です。陰部の洗浄は毎日行っていただきたいと思います。陰部の洗浄ですが、お湯を使って行った方がいいですか？はい、ぬるま湯と弱酸性の洗浄剤を使うというところは同じですけれども、ご注意いただきたいのは排泄物をしっかり取ろうとこすりすぎている場合が多いのでご注意いただきたいと思います。それからおむつを使用している場合には特に注意が必要です。尿や便によって皮膚がアルカリ性に傾いており、皮膚のバリア機能が低下してビラン、ただれのことなんですけれども、ビランや炎症を起こしやすくなっています。排泄物を除去するときは滑りの良いウェットタイプのシートで優しく拭き取ってください。そしてぬるま湯で洗い流してください。陰部も保湿はした方がいいんでしょうか？はい、湿りやすい場所なので保湿は必要ないと思っていらっしゃる方も多いんですけれども、保湿剤で保護していただくべきだと考えています。陰部を洗った後に肛門や外陰部から周辺に広げるように塗っていただきたいと思います。では最後に今日のポイントをお願いします。スキンケアの基本は保湿です。今日は在宅でのスキンケアというテーマで東北大学名誉教授の舘正浩さんにお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は忘れないで栄養管理についてお伝えします。5時44分になります。続いては毎朝だより後半です。この時間は鳥取県鳥取市の浜井智恵さんと電話がつながっています。浜井さん、おはようございます。おはようございます。今朝の鳥取市、様子はいかがですか？はい、雨上がりの朝で雲の間から青空が見えています。先ほど5時30分頃から東の空に眩しい朝日が昇ってきました。現在の気温が27度近くあります。外に出ると優しい風が吹いていて心地がいいんですが、今日は暑くなりそうだなという予感もする朝となっています。そんな今朝はゴジラのテーマ曲で知られる作曲家伊福部昭さんの記念館がオープンしたという話題ですね。はい、おととい7月1日に伊福部昭さんの記念館が鳥取市にオープンしました。伊福部昭さんというと福島さんのご紹介の通り特撮映画ゴジラのテーマ曲などを作曲されたことで有名です。ロロ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 私なんか分かりたいかもしれないんですけれども、分かります？聞いたことあるなと思って、分かった方もいらっしゃいますかね。ありがとうございます。はい、
石久礼さんはこの曲をはじめ生涯に手掛けた映画音楽がおよそ300本6000曲にも上ります。その他にも公共曲や声楽曲、邦楽曲なども多く発表して多方面で活躍した作曲家です。その伊福部明さんは鳥取にゆかりがある方だったんですね。そうなんです。伊福部明さんは北海道のご出身なんですが、はい、実は伊福部家というのは稲葉の国、現在の鳥取県東部で長く続いた豪族なんです。稲葉国府が置かれていた鳥取市国府町には先祖である伊福部とこたり姫の墓跡が残っていますし、伊福部家は1000年以上にわたって稲葉の国の一宮である宇部神社の神官を担ってきました。明さんの父親の利郎さんが鳥取から関東に出て警察官になり、その後北海道に赴任して拠点が移ったそうなんです。あ、でもご先祖が歴史上に名前が残ってる人なんですね。はい、あのこれ伊福部さんご本人はどうですか、鳥取には特別な思いをお持ちだったんですか。あ、はい、伊福部明さんの長女の蓮さんにお話を伺ったんですが、うん、明さんは本籍はずっと鳥取に置いたままだったそうです。戦時中招集令状が来た場合は平日で本籍地の軍隊に入らなければならなかったため、徴兵検査の後すぐ当時住んでいた北海道から鳥取までどれくらいで行けるか旅行演習の旅をしたそうなんですね。この際鳥取の地に立つ先祖代々のお墓の前で、ああ自分が帰ってくるのはここなんだなと感じたそうです。伊福部明さんは2006年に91歳で亡くなられ、今は鳥取の墓所に眠っています。ああそうなんですね。あの今回鳥取市に記念館がオープンしたということですけれども、どういった経緯でできたんですか。はい、長女の玲さんとお孫さんの頭さんが中心となってオープンに至りました。玲さんはお父様である伊福部明さんから書いた学部は全部持っておいてほしい、とにかく死ぬまで手元に置いてくれたらあとはどうなってもいいからと言われていて、ずっと大切に保管されてきました。5年ほど前に神奈川県から鳥取に住まいを移されて、その際明さんの資料や遺品も鳥取に運んできたそうです。新たに土蔵付きの古民家を購入されて、紙の資料はデータ化も進めながらコツコツと整理をしてきました。それとご近所の方からせっかくなら記念館にしたらという声が上がって、明さんの生誕110年にあたる今年記念館としてオープンすることにしたんです。ずっと大切に保管されてきたその楽譜はどのくらいあるんですか。はい、A さんによりますと未完のものも含めて7000枚ほどあるということです。手掛けた映画音楽がおよそ映画がおよそ300本あると冒頭でお伝えしましたけれども、このうちの170本くらいは楽譜が残っているとおっしゃっていました。またキューイングシートという映画のどこに何秒音楽を入れるかを記した紙もたくさん残っているということで、伊福部明さんは映画の挿入曲などが一曲できるたびにこのキューイングシートをグリーンの色鉛筆で塗りつぶしてチェックを入れていたというようなエピソードも米さんからお伺いすることができました。そうなんですね。あのその後記念館ではどんなものが展示されるんですか。はい、伊福部明さんの書斎が再現された一室もあります。楽譜を書くときに使っていた大きな木製の机に愛用していた文具や小物、よく読んでいたという外国語の百科事典や自宅の暖炉のそばでよく弾いていた弦楽器テオルボなどが配置されます。実は本棚などの家具も伊福部明さんがご自分でデザインされたものなんだそうです。もうお気に入りのものに囲まれながら曲を作っていらっしゃったんですね。そうですね。長女のお姉さんはですね、伊福部明さんが使っていたこうした家具や道具などをできるだけそのままの形で見てもらって、何十年も作曲に情熱を注いできた人の人生から何か感じていただけるものがあれば嬉しいとおっしゃっていました。
伊福部明記念館は毎月期間限定の開館になります。今月は7日の日曜日まで、8月以降は毎月第1金曜日から翌週の月曜日までの4日間のみの開館です。 A さんは資料を整理しながら少しずつ展示物を変えたり、今後特別展なども企画したりしていきたいと話されていました。はい、玉井さん、今朝どうもありがとうございました。ありがとうございました。毎朝だよりこの時間は鳥取県鳥取市浜井智恵さんのお話でした。それでは伊福部明さん作曲の音楽をお届けします。日本フィルハーモニー交響楽団で映画怪獣大戦争の怪獣大戦争マーチ。日本フィルハーモニー交響楽団で映画怪獣大戦争マーチをお送りしました。ではお便りをご紹介します。まずは東京都52 A クラスさんからです。電車に乗ろうと小田急の駅の改札を通りました。すると駅員さんたちが改札上の壁に大きなはしごをかけて、付近でツバメが興奮し右往左往低下を飛び回っています。見守る乗客や通行人の方々、いつもと違う駅の雰囲気、一体何がと足を止めると、巣から落ちてしまったコツバメを駅員さんが手に大切に抱えてはしごに上がって無事そろりと巣に戻してくださいました。周囲の方々はみんなで息を呑み、高いところまで手を伸ばす駅員さんの安全を願って、コツバメが親ツバメや兄弟たちのところに戻ることを祈る雰囲気、そして無事終了すると小さな拍手が起こって、ありがとうと駅員さんに声をかける方々もいました、見知らぬ人同士、そしてツバメも交えて何か温かいものが通い合う、とても気持ちの良い朝でした。優しいですね、金さんもね。はい、その皆さんの温かな状況が伝わってきます ね。もう一つ鳥のおはがきいただいています。神奈川県の薄田常治さんからです。私が長年観察している大鷹の家族は、先月24日幼鳥が巣立ちました。大鷹の幼鳥の鳴き声を頼りに緑地の中を歩き回り、やっとその姿を撮影できました。もう巣から5、60メートルくらい離れ飛び回っていましたと写真を添えていただいています。見事な写真ですね。そうですね、可愛らしい写真ありがとうございます、5時55分になりました。
関東甲信越の気象情報です。梅雨前線が北陸から関東甲信にかけて本州を横切るように停滞しています。このため今朝の関東甲信越は雲が多く、新潟や長野を中心に雨が降っています。日中は前線が北上して関東甲信は南から高気圧に覆われるため天気が回復するでしょう。午後は広い範囲で日差しが届きそうです。一方、前線のすぐ南側にあたる新潟では雨が降ったりやんだりの天気が続き、夜は雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。新潟では明日にかけて警報級の大雨になる可能性があります。明日午前6時までに降る雨の量は多いところで24時間に120ミリと予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。一方、日差しの戻る関東甲信では暑さに警戒が必要です。東京都と山梨県には熱中症警戒アラートが出ています。この時間出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の上越に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県の北部と六甲地域、長野県の佐久地域に出ています。各地の予報です。東京都、東京地方、曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところによって明け方雨が降るでしょう。伊豆諸島北部、南部ともに曇りで昼過ぎから時々晴れ、夕方まで霧の出るところがありそうです。小笠原諸島は晴れ時々曇りの天気になるでしょう。神奈川県全域で曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによって明け方雨が降るでしょう。千葉県北西部、北東部は曇りで昼過ぎから時々晴れ、朝までは雨の降るところがありそうです。南部は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところによって明け方雨が降るでしょう。埼玉県全域で曇り時々晴れ、ところによって明け方雨が降る見込みです。茨城県北部は雨で昼前から曇り、南部は曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。栃木県は全域で曇り時々晴れ、明け方までは雨が降る見込みです。群馬県南部と北部ともに曇り時々晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。静岡県東部は曇り時々晴れ、伊豆は晴れ時々曇りの天気となりそうです。山梨県は全域で曇り、昼前から夕方は晴れるでしょう。明け方は雨の降るところがありそうです。長野県北部は曇り時々晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。中部は曇りで昼前から夕方は晴れる見込みです。ところによって朝晩雨が降るでしょう。南部は曇りで昼前から夕方は晴れ、ところによって明け方雨が降る見込みです。新潟県下越は雨で昼前までは時々曇り、夜はところによって雷を伴い激しく降るでしょう。中越は雨ですが、昼過ぎから夜の初め頃は曇り、ところによって夜遅く雷を伴った激しい雨が降るでしょう。上越は曇りで朝晩は雨、ところによって夜遅く雷。